私が菅野智でございます。頑張っていかなあかんな言うてるんですけどね、あの、今日は、あの、別にやる気なかったんですけど、これ、よう考えたら、これ、今日話しとかへんかったら、えー、えー、意味がないなということで、今日話をします。あのね、やっぱね、G7 広島サミット、すごいっすよ。びっくりした。 いやすごいというかね、あのサミットがすごいというか、あのー、あれでなあのー、日本の社会がすごい、びっくりしたことは2つあるんです、えっと僕のね、あのー、生活圏というか、えー、なんていうんです、そのまあ、 徒歩圏内にね商店街があるんです、広尾の駅前の商店街、まあ商店街疑っても広尾の商店街もさびれましたけどね、もうダメです、あの,あ,のあそこなんです、あの新興宗教のやっだっけ、霊友会話なしに、新女園、新女園の、その新女園に通う人しかと、あと精神の学生ぐらいしかいませんからね、もうね、商店街、もうもうだいぶ。 ダメになりつつありますけどもうちの商店街もまあ言うてまあまあ商店街は商店街なんですで人通りもそれなりにあるんですよえー、結構あるんですで毎日通るんですその商店街はもう通らざるを得ないんですよねで毎日通るんですでその商店街は毎日通るんですけども昨日までね、えー、とコロナが5類に移行したと言った後も、えー、広野商店街ってねあの近くにフランス大使館とドイツ大使館 でそれから中国大使館の、えー、宿舎が何個かあったりで、まあ、フランスとドイツは大きな国ですけど G7 加盟で言えばねあと小さい国、えー、とそれこそウクライナの大使館も近くにありますしねいろんな、えー、国の大使館が周りにあるからだいたい、ねえー、と日本人が6割ぐらいなんです、歩いている人ので日本人以外の人が大体いい4割なんです。 平日で、ね、休日はもう8割9割日本人になりますけども平日は、えー、だい大体6割が日本人で4割が日本以外の人なんですでえー、まあ見てるとねえっ、ー、とフランス人はもう早からマスク外してますドイツ人はピシャッとマスクつけてます、えー でですで日本人だけを見ているとまあ、全体のうちの6割が日本人ぐらいなんですけどその6割のうちの、まあ、変な言い方になりますけどだいたいね、えー、5類以降以降は4割ぐらいが6割のうちの4割ぐらいがマスクしてはるんですで残りの6割がマスク外してはったんですだいたい昨日までの日本人の疲労の商店街歩いてる日本のマスク率が4割 非マスク率ノ,ンマノーマスク率が6割ぐらいやったんです、ゴール以降ね。まあまあ、そんなもんかなと思ってたんです。で、フランス人、まあまあまあ、その外国の人はそれぞれです、えーっと。中国の人とフランスの人はマスク外してあります。えー、そやけど、ドイツの人はピシャっとつけてはる。で、ウクライナの人もつけてはるかな、見てると。えー、いう感じやったんです。しかしですね、今日さっき、商店街歩いてびっくりしました。 え土曜日なんでほとんど歩いてるのは日本人だけです、えー、もう9割以上日本人ですけど、えー、9割以上日本人ですけど、えー、びっくりしたマスクしてんの俺だけ外歩いててマスクしてんの俺だけ 昨日まで4割ぐらいの人はマスクしてたんですよ。これは、きょ急にマスクしてるの、俺だけになったで、暑いか寒いかでいうと、昨日の方が全然暑いんですよ。もっと言うと、おとついの方がもっと暑いんですね で先週の先週の土日、もっと暑かったですよ。がらっと今日から誰もおらんようになったんです。でかなんでがらと怖なってきてね、歩いてて。歩いてて、で、まあ、俺、今日朝からちょっと何個か買い物せながで文房具買う,買うたりとか電池買うたりとか、何個か買わなあかんもんがあったから、まあ、買ってたんですけども、あのねドイツ人の人が2人いてはったんです。 で、見たらあの、その2人はマスクしてました、俺とそのドイツ人2人だけ、なんでドイツ人って分かってんってうの、ドイツ語で喋ってはるからです、イヒリビディヒって言ってはったからです、えー、あのどどどドイツ語喋ってはったからです、ほんでも何百人と歩いてる中で、俺とそのドイツ人2人だけなんですよ。 いやーと思ってでまあまあ土日の疲労なんて、あのーまあ、地元の人そんなにいないですよあのだいたい地元の人って分かるんですあの普段着で歩いてますからだいたいよそ行きの格好で歩いてはるんですだからよそから来はった人なんですよでということは、えー、とよそから来はった人の圧倒的大多数が急にマスクをしなくなったわけですでも怖なってきてなんでかなと思ったわけ なんでこんなことが急に起こるのかなと思ったけど、どう考えたかって、どう考えたかって、どう考えたかって、昨日まで4割ぐらいの人がしてたのが、急になくなったってことは、どう考えたかって、昨日なんかあったってことでしょきの世の中的になんかあったってことですよ。 昨日、昨日世の中的に何かあったってことで昨日、世の中的に何かあったって言ったらサミットでしょう、サミットでバイデンとみんなこう集まってマスクみんなはめてなかったやんか。 しかないのよね俺ねちょっと気になってこれ疲労だけの特殊,特殊、えー、事項かなと思ってえっ、ー、とわざわざ広労の駅から俺地下鉄乗って、えー、霞ヶ関で丸の内乗り換えて東京駅まで行ってきたんですよ。で行って往復してまあ行って往復して40分ですよ。その40分の間電車の中ももうほとんど誰もマスクしてん。 でほぼ毎日しか車乗ってるけどこんなこと昨日までなかったんです。広野商店街だけやのしにの。まあサンプルがね少ないですよ日比谷線と丸の内線だけです。広野商店街を除きゃね広野駅から霞ヶ関の駅霞ヶ関の駅から東京駅までの間です。びっくりした。ごろっと一日で変わってる。世の中の雰囲気が。 いやあのテレビの影響っていうかね、やっぱりこれ、ガバメントスピークってやつですよ、ガバメントスピーク、これ,こう今日これが今日のあの、俺の言いたいことなんですけど、ガバメントスピークの威力ってことですね、別に、えー、G7 各国ね、集まってる国、日本だけじゃなくてねその、ドイツにしても、フランスにしても、カナダにしても、アメリカにしても、イギリスにしても、 あのマスク外しなはれやなんて言うてへんわけですよ。で言うてないです、厳密に言うとね、ただ、大統領なり総理大臣なりが集まってる時に、マスク全員外してるわけ。昨日あの 広島の慰霊碑の前、原爆慰霊碑の前に、えっ、ー、と、全員揃って写真撮ってましたな。あの時も、まあまあ、屋外やから当然やとはいえ、マスク外してました。まあ当然という言葉なんですが、で、会合の時、屋内の会合の時も完全にみんな外してたわけですよ。あそこで、あそこで、その国の首脳がマスクをはめ、外してること、ということのメッセージ性、で、みんなそれで、 え,えんやと思って、今日からやっぱりみんなマスク外してんねんって。<noise> これはね、すごいっすよ。でね、今日の俺の本ではそこで、これがね、ガバメントスピークというものの威力です。 これは権威主義的なものいいなとこで世の中がそう動いてんねんからしゃあない。政府が、首脳が政府がというかその国のその国の首脳がいやそれはもちろんちゃうねんであの集まってはる偉いさんらはみんな1日1回 PCR 検査を受けてるような人らばっかりやのよ。 PCR 検査を受けて自分があのネガティブやったことを分かってんのポジティブやったら外に出れへんようにしてはる人らばっかりやろもっと言うとシェルパの皆さんサミットのシェルパの皆さんとこ毎日 PCR 受けてはるんです頻回 PCR の塊なんですあそこあ多分あの多分 G7 の今日広島に集まってる首脳の周りっは多分世界で一番安全なんですよ頻回検査という意味ではだからマスク外してても別にええんです まあそんなこと素人分からへんやんか特に日本みたいなの PCR は嘘だとかって利権まみれのアホみたいなデマが流行る国ではさそんなこと言うても説得力ないわけじゃないですかただ僕たちは昨日世界の首脳が世界の首脳というか西側先進国の首脳がカメラの前で全員マスクをはめてないという絵を見たわけです。 まあ、みんな外すわな、そらな。ハビングセットだと。G7 が集まりました。えーまあ、EU を入れてね、8種のをったわけです、えー。日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアで EU。昨日、この、やったりが、 マスク外して写真撮ってます。で、屋外だけなしに屋内でもマスク外してます。俺はそれがええー、悪いの話の前に、外したと途端街の人はマスクやっぱ外すようになんねんって。で、俺はそれの是非を問わない。俺が言うてんのは、それぐらい影響力がありますせということを言うてんねん。で、ハビングセットだと。日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、EU。 この8か国だ7か国プラス1機関で津久井やまゆり園の事件に対して非難声明出してないの日本の首脳だけやねどんどない思う 俺は今日目撃したわけ。俺これね、後悔があんのよ。目撃したことを喋っとかなあかんなと。2011年3月12日、会社から帰ってきたら、俺の家の前が大渋滞になってんのよ。なんでかって言うたら、ドイツの大使館とフランスの大使館の人が逃げてんねん。福一の事故か、事故で。で、うちの家のそばに天元寺の首都高の入り口があんねん。そっから成田に政府専用機があるから、大使館の職員だけ逃げろって指示があったから逃げてたんや。 で俺はそれを目撃したんや。今から思うけど、あの写真撮っといたらよかったと思って。あの時、まあ YouTube やってなかったけど、喋っといたらよかった、書いといた。まあ当時まだサラリーマンでしたけどね。書いといたらよかった、写真撮っといたら喋っといたらって残機があって、見たことすぐ喋ろうと思ってんねん。そやから、あの残悔から。まあそれはええわ、さ。今日俺は見たんや。昨日サミットがあったから、みんなマスク外してたから、街の人も、 えらいさんが外してはんねんから外してええやん外しは、外してはんねん。それのええ悪いとか、おうてるおうてない。俺は問い,問いませんよ。電車の中を屋外と言うべきかどうか、俺が見たのはわずか広尾のえ駅前の商店街と広尾から霞屋関と霞屋関から東京駅までの丸の内線と日比谷線だけですよ。でも、俺が見た光景は、 昨日よりも明らかにマスク比率が減ってんねん。激減してんねん。どう考えても昨日と今日で表現するってことはサミットしかないねん。サミットで首脳がマスクを外すというガバメントスピークはこれぐらい市民生活に影響があるんや。よその国は知らん。少なくとも日本においては。で、それを踏まえて昨日集まった日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、EU のこの 7カ国プラス1機関の中で津久井やまゆり園に対して政府の首脳が避難声明を出してない国が当事者国である日本だけということがどんな影響があるかって考えてみ。 めっちゃ怖いですよ。そら梅村瑞穂みたいなやつ出てくるわな。そら梅村瑞穂みたいなやつ出てくるわな。当時内閣総理大臣安倍晋三でした。 安倍晋三は何にも言うてないあの犯人が安倍晋三宛ての手紙を書いたにもかかわらず何にも言うてないガバメントスピークの怖さガバメントスピークの重要性というべきなのはガバメントスピークの怖さ めめちゃめちゃゃ怖いですよで梅村瑞穂に関してもあのやっぱりね、そののまああの俺のリスナーさんには国会を見てる人がちゃんと見てる人が多いと思うのでわ、えー、かると思うけどももうぶっちゃけ法務大臣も法務省の役人も入管庁の長官も。あの 梅村みずほに呆れてたんですよ。まあ、あの法務大臣の対応いや、ああって、鼻で笑ってんねん、法務大臣。これ、あの、嘘やないことは見てた人は分かると思いますけど、あのえー、特に18日の、えー、参議院法務委員会の様子を見ておられると、えー、っと梅村さんの質疑の時にえー、っに、法務大臣が思わず失笑してるわけ。自民党の国会議員が。 これ、俺、別に持ってないよ。別に持ってないですよ。これ、俺、本間の話してます。みんなあの、やもう自民党の国会議員が梅村瑞穂にちょっと呆れ返ってるわけですよ。だって、答弁は、梅村さん、それ、事実誤認ですよって繰り返しても、いや、そんな事実はありませんっていう政府が答弁を繰り返したのに、可能性はあるでしょ、う、可能性はあるでしょうってくるから、もう鼻でわらわなしゃあななってくんのよ。 人秒で考えたら分かんね梅村瑞穂は、上島さんは、上島さんは、作病や言うてんねやろで、作病で死んだ言うてんねやろ人間、どう頑張っても作病で死なれへんからね。どう頑張っても作病で死なれませんから、作病でバイタル下がりませんからね。だから、むしろ言うと、バイタル下がらへんからこそ作病なんですからね。 なりへんねんけども、そんなこと言われへんやん。俺らやったら、アホかわれ作業で人が死ぬかよ、ボケーっ済むけど、うん、役人とか国会議員はそんなこと言われへんやん。で、俺がもしな、法務大臣やったら、われ、アホけ何考えてんねん、お前。作業で脈拍クク落ちんのかで俺やったらそんな言うわ。せやけど、そんな,そんなことよう言わんわな。国会議員が、ましてや大臣が。 だから丁寧に説明して、いや、それは事実そんな記録はない、そういう認識はない、そんな事実はないって言うてんだけど、繰り返すからもう最後、鼻で笑うてんねん、法務大臣が、自民党の国会議員が。鼻で笑うてしもうてんねん。まあ、それはええわいさ。せやけども、まあ、これはガバメントではないけども、やっぱり梅村さんは国会で懲罰動議をかけんといかんと思うよ。ガバメントスピークの一環として。 人の生き死にに関することを可能性で語ってはいけないという当たり前の話をするためにねでもそんな当たり前なことさえ言わなあかんねんて。 で、当たり前のことさえ言ってない、津久井やまゆり園の事件みたいなことは絶対許されないっていう一言を、我が国だけ G7 の中で当事者国にもかかわらず、政府首脳がせ声明を出してないんですよ。 その怖さ。その怖さ。これを、これをけじめとして何も言っていないことの怖さ。これめっちゃ怖いっすよ。めちゃめちゃ怖いことですよ、これは。あの、ちょっとね、あの、コントリバーシャルというか、 不謹慎というか、えって思われるかどうかはちょっと度外視して、あえてこの言葉を使いますけども、維新の謝罪の中にね、あの遠藤さんとか音喜多さんとか、馬場さんの、えーと、梅村さんは飽きませんっていう謝罪の中に、遺族の心を傷つけたっていう言葉があったでしょ。俺ね、そこはね、むしろどうでもええと思うの。 だってもういこれはそののなんていうの傷つけてもいいということを言ってるわけじゃないですよ。もう傷ついてはんねんから。でまあ、なんかこれ以上傷つきようがないとかそんなことを言ってるわけじゃないですよ。それはね、ちょっと俺、議論が違うと思うのよ。不快な思いとか傷ついたとかってどうでもええんですよ。常に。どの問題でも。どの問題でも常に不快な思いとか傷ついたとかは、 議論の本質じゃないんですよ今回の梅村さんの問題っていうのは、えー、とそれはもちろん井戸さの心踏みにじってるし傷つけてるんですよそれは許せないことなんだけども徹頭徹尾あの人は国会で国会で虚偽に基づく質問をし続けたわけです。 虚偽や妄想ベースの質問を続けたんです。で、それは、しかもそれは差別だったんです。むしろ、むしろ、で、これはなぜだめかというと、あれ、法案審議なの。 予算委員会でね、国政に関する全般事項ということで、予算委員会で内閣総理大臣をはじめとする閣僚や政府関係者の疑惑を,疑惑を追及するときに妄想に従わないと別にいいよ、それは。それは別にええというか、それはあり得ることです。なんて証拠がない前提の話やねんから、それは。予算委員会で疑惑追及やってんだ別にそれはええですよ。 でも、あそこは入管法の改正案という法律を審議している場所で政府が出してきた政府案についてこの政府案の条文の内容はこうなんじゃないですかって議論しているところなんです。でなおかつさらに罪深いのは18日の国会審議を見ている人だったらわかると思いますけども答弁席に 答弁席に質疑あの梅村さんとか石川大河さんとか、えー、公明党の佐々木さんとか維新の、えー、っとすあ鈴木宗男さんとかが座ってはるとこじゃなくて普段やったら政府が座ってる側のとこになぜか山,たあの山添拓と山添拓と石橋三千代兵さんが座ってはったでしょあれなんでかっていうともちろん石橋さんとか、えー、っと石橋さんとか、えーっと 山たくさんとかはもちろん政府の人じゃないですよ野党議員ですよなんで答弁者席にあの2人が座ってたかっていうとえ野党が法案を提出してるからですよってことはとあの質問席に座ってる梅村さんサイドに座ってる人たちは政府が出してきた法律と野党が出してきた法律案の両方に対してこれはどうなんですかああなんですかっていう話をしてるとこなの。で立法事実というものが 何より重要な議論をしているときにその立法事実として梅村さんは虚偽の情報を持ち出してきているわけですよ。こんなもんね、議会制民主主義の根底的な否定ですよ。他の人間が真剣に法律について議論しよう。法律について 討議しようもっぺん言うけど予算委員会は別よ予算委員会は国政に関する全般事項っていう名前がついてるんだから何を話しても大丈夫ですよ別に具体的な法案審議をしてるわけじゃないねんからただ法案の条文の審議をしてる中で虚偽に基づいた立法事実を持ち出してきてあたかもそれを事実かのように言い張るということは差別であると同時にありつつ差術なの。 あれに対してけじめを取らないということが、いかに恐ろしいかで。差別とか傷ついたとかっていう言葉が嫌であれば、梅村さんのことを感化すると、梅村さんがやったことを感化すると、どういうことが起こるかっていうとありもしないこ、ありもしないことを事実だと言って、その事実に基づいた法律ができてしまうっていう恐ろしさですよ。 それが差別とか遺族を傷つけたとかうんぬんかんぬんのはるか手前の問題でありもしない事象に基づいた法律ができるって怖さですよ。それはさぶっちゃけあの発言によって俺らは差別されてないわけ。 俺らは差別されてないわけ、ぶっちゃけ傷ついたのは難民当事者、もっと言うと、内島さんのご遺族、ご家族、それから支援者の皆さんが傷ついてはるでしょうよ、それから難民問題に取り込んでるすべての、えー、人々が傷ついてるでしょうよ、でもそうじゃない、俺らは確かにあの発言とは無関係なの、でもあれを感化してるってことは国会で、明治以来150年の伝統なる国会で。 まあ戦争中はあったかもわからんけどもありもしない事実に基づく法律ができてしまう可能性が生まれた恐怖の一瞬やったんです差別とか傷ついたっていうとことでは確かに俺たちは当事者じゃないかもわからんけどもありもしない事実に基づいた法律ができる恐ろしさは俺ら当事者ですからね これはめちゃめちゃ怖いことなんですよ。というそのガバメントスピークの、えー、俺が広島サミットがい素晴らしい広島サミットは異業だというのはガバメントスピークというものの効果。<laughs> お 実感させてくれたという意味で今回の広島サミットは素晴らしいなと思ってますもう一個もう一個広島サミットでほらもう日本のメディアはあかんなと思いましたあのフェイスブックに救うようなあの高齢ロートルアホ左翼の皆さんは、えー、メディアはサミット一色だとか言ってみたりとかあるいはあの何々法案を通すために猿之助がスピンだとか猿之助の事件がスピンだとか言うてありますけども。 そんなどうでもいいんでも、まあまあ、んんすそなあのロートルアホ左翼、ロートルアホリベラルは置いておいてです、ね、そんなことはどうでもええんですけども、昨のう、あっ、法務委員長にファックスした、いいですね、いいですね、あのそうなんです、日本はの先進国に珍しくファックスという、えー、失われた文明の域が残っていますので、ファックス大、大量活用する。 べきだと思います、えー、と皆さん、やれる人はやってください、まあ、まあそれはまあさておきですね、あのね、えーあのー、当たり前なんです、あのメディアがサミット一色になるのは、日本開催国なんですからね、そんなもんあの共産党の政権ができてても、メディアはさあのそうなるでしょうよ。 別にそれは構わんのですそれでそれは別にそれで構わんのですけどもあのちょっと待ったなちょっと待ったな仕事のラインが来たうん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 、うん あのね、あのー、昨日ね、G7、まあ、g っというか G8 ですね、EU を入れて、えー、の首脳が、えー、広島の平和,資料平和記念資料館に行ったでしょ。 あのまあ、あの行った人はわかると思いますけど、昨日本館行かなかったんですよね、東館行ってるんですよね。 まあそれだけでもまあ広島の平和記念公園に行ったことがある人、僕はあの年に1回は必ず8月6日に行けなかったらえまあその前後に必ず行くようにしてるんですけどもえまああの新しくなった平和記念資料館をご覧になった方は分かると思いますがえー新館あの本館と東館では全然内容が違うでしょ。一旦東館なんですよ。 あの東館に行ってねあ俺東館あかん言うてるんちゃいますよあかん言うてるんちゃいますよだけどえっと本館の方がやっぱハーコアなんですよハードコアなんですよ ね、もうぶっちゃけ東館に連れていくっていうのはあのお茶にごしてるんですよね。ね、あの東館ってもうなんかその科学技術の話とかしちゃったりするんですよ。いやそんなんどうでもええやんみたいなそれ広島である必要ないやんみたいなうやつばっかりなんですよ。 それ出てきてね東館から出てきて各国の首脳を望遠レンズで撮っててねテレビどのメディアもうわーっとこう撮っててね。

見てどない思われりましたって聞いたんかい。東館行ったことは、その本館行かんと東館に行ったことは情けないけども、いかんよりはましうベターザンナッシングですよ。別に絵ですよ。ベターザンナッシングです。マッチベターですよ。で、防衛レンズで撮ったやつ、カメラでそ表情映ってますよそ。うわ、この表情からは平和に対する新たな気持ちが。 お前何言うとんねんお前何言うとんねんいやだからさもう終わりでしょ日本のメディアほなもうお前西京新聞やんけ 俺あの日本会議の研究と合わせて創価学会っていうか公明党も取材してたんですよ。でまあ、正直ねあんま思わないから途中で取材やめたんですけどであの要集会にこう行ってたんですよ。であの神奈川県のとあるあの市のえ婦人部のもう70ぐらいのおばちゃんに可愛がってもうてあちこち連れてもうって行ったんですよ。あの だから俺があれ、祖学会、公明党の取材してたのが2015年、14年とか15年ですね、だから今から、えー、7、8年前ですか、えー、もう亡くなってるかも分かんないですね、あのおばちゃん、まあ当時71にあったはずですから、えー、そのおばちゃんがね、こう行くでしょ、でも結構ね、精力的なオルグをされるわけですよ。そしたらねあの 池田先生、そのとでも70ですから若いところをよく池田先生にお会いしたっていうのはその先生の,あの、そのおばちゃんの,その自慢なんですね。で、まあ、その僕と価値体系が違う人生を歩んでらっしゃいますから、僕はそれをバカにするつもりじゃないですけど、皆さん、池田先生って名前を出すと、みんな、うわーって、うわーってならはるわけですよ、池田先生って言葉が出たら。だからもう、もうみんなもう、もそのおばちゃんのことをキラっした目で見はるわけです。 あすごいなと思って見てたんです。もしたらねそのおばあちゃんがねあのいつでも語るエピソードがあってね、えー、どこやったかな鹿児島やったかなどこや多分鹿児島やったと思うけどもあなんかの大会があって、えー、それのその裏方としてその池田先生が来られる前に行っててあの 要は現地の首都で、えー、こうう迎え入れようというそのイベントを空港に迎えに行こうというね、えー、イベントをそのおばちゃんが若かりし頃こう担当したことがあんねんてでその時にねその鹿児島やったと思うけどもその日はなんか台風が近づいてきてて。 飛行機が何便も欠航してる中池田先生本当にいらしてくれるのかなって言ってたら当時 YS ですから YS がヘナヘナと降りてくるんですよとでその時にまだあの嵐が来てて雨がゴーゴーと降ってたんですけども池田先生の飛行機が滑走路についてタラップに降りた瞬間に雨が上がって晴天が広がって空港の上に虹が みんなわん<ー>で で、きっと鹿児島やったと思うけど鹿児島の風や木や草も池田先生を喜んで迎えてくれたと思うと涙がこぼれてきちゃってって言うたらみんなでうーって中半年中ね年ねそれを思い出しました昨日の G7 の中継を見てて きっと各国の首脳も平和資料記念館を見て平和の尊さをかみしめたに違いありません。一瞬儀。 一支援もうあかんでしょもうねちょっとねいろいろいろんなことを放棄してるんですよいろんなことを放棄してるんですちょっとねもうやばいですねもうちょっと取り返しがつかないと思います もうねちょっといろいろ取り返しつかないと思いますよ、うん、もうどうしようももう多分ねもうポイントオブノーリターンを超えてると思いますでちょっといきなりベッケンバウアーなんですけどちょっとあの幸いなことにあのメディアの皆さんもメディアの皆さんもあの、うん 僕の YouTuber ちょいちょい見てくれてはるみたいなんで、俺がちょっと危機意識を持ったメディアの皆さんに頑張りなはれやと思ったツイートがあったんで、これどうでもええツイートな内容はどうでもええんですけどね。内容はどうでもええんですけども、最後ちょっとしょうもないネタで終わりますわ。内容はどうでもええんですが、あの立憲ツイッターにあの立憲の国体情報っていうアカウントがあるでしょ。国会情報っていう。それが昨日挙げてたツイッターなんですけど、これですね。 まあ、LGBT 理解増進法案を衆議院に提出したと、えー、超党派の、い,いわゆるあの超党派議案というと、こう注目すべきは、この写真やと思うんですね。まあ、あの一番左に写ってるのは、あの 桜さ,さん真ん中に宮本武さんが映、えー、ってますねで石川大河さんが映ってて小柄雅子さんが映ってて、えーえー、後ろに福鉄が映っててまあまあちょい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 、えー、吉田さゆりさんとか、えー、とそれからあの埼玉のあの人誰でしたえっ、ーえー、とこれあそこの娘さんこれなんで名前出てけへんねん最近あのまあ南西京さん映ってある写真なんですが。 えとこの写真、えーと、構図もピントもあまあまですが、が、えー、報道写真としては、えー、世界標準の報道写真になってます。色温度的にね、あくまでも色温度の写ことですが、これね、めっちゃええ写真になってるんですよ、結果。 もっぺん言うけども、ピントも構図も甘々ですよ。もう、まあ、ど素人が調子に乗った写真撮り上がってっていう、こんなとこで金を惜しむから、こんなプロに写真撮らせんかいっていうような写真です。が、えー、っと、結果、報道写真のテイスト、色温度としては、えー、どの新聞よりも素晴らしい写真になってます。 でねこれなんでそんなことになってるかっていうとすごく単純で、えー、こ iPhone 多分ね iPhone か、えー、新しめのコンデジで撮ってるからです要は持ってるんですよ要は持ってる写真なんですで これはあのー、暗いんですよ、国会の本館の中ですからね、こ国会議事堂の中だからもう暗いんです、暗いところで iPhone とか最近のコンデジで撮ると、えー、と勝手にああいう色彩を、えー、乗っけてくるんですよ、iPhone 側が。 でこれは別にカメラマンの技量でも何でもないんですね。現像した人の技量でも何でもないです。ローデータを誰かがいじったわけでもない。多分 iPhone、多分 iPhone やと思うけども、iPhone で撮ったもんのの撮って出しでしかないんです。修正も何もしてない。撮ったまんま。撮ったまんまです。で、何が言いたいかっていうとね、こういう写真を、 素人が撮れる時代になってるんです一方テレビ局とか新聞社のカメラマンというのは、えー、何百万クラスのカメラを持って何十万クラスの望遠レンズをつけてフラッシュ焚いて写真撮るんですで写ると日本にしかない田舎臭い報道写真になるんですでそれは プロとか俺らみたいなセミプロから見るとええー、写真やなーってうなる写真はいっぱいあるんですよ、やっぱり報道写真ってすごいなと思う写真はあるんですよ、せやけども、世界のメディアからはちょっと違うんですよ、写真のテイストが。どっちかっていうと素人が iPhone で撮った写真の方が世界の報道写真の基準に近いんです。 当たり前ですよ作ってる側はその iPhone とかの,そのいわゆるコンシューマー製品を作ってる側は日本マーケットなんか考えてませんから世界マーケットを考えて作ってますからあの世界マーケット考えてますからそれは世界標準にしますよ。あのカメラのことようわからん人というかその写真のことようわからん人というかもっと言うと報道写真。 報道写真のことはようわからん人で言うと日本の報道写真の偏差って日本ってさ世界から比べて日本のビールだけ味違うでしょ俺日本のビール大好きですよ悪いこと言ってんちゃうのキリンとか朝日とかの特にクラシックラガーが大好きですよ俺でもほら日本のビールって世界のビールの文脈とちょっと違うやんかあれと同じで日本の新聞写真って あの日本の新聞写真ってあのちょっとねテイスト違うんです日本だけこれね ちょっとプロのカメラマン反省した方がいいと思いますよ。てかね、メディアのあり方を根本的に考えた方がいいと思いますよあ。今コメント欄にあったから言いますけど、これでしょ近代の奈落でしょこれめっちゃ絵本です。めっちゃ絵本です。絵本です。これめっちゃ絵本です。めっちゃ絵本です。 めっちゃ絵本ですまあまあそれはえ,えんですがちょっとね根本的に考え直さなあかんと思いますあの今どこの新聞社も、えー、まあ神よりもネットという認識になりつつあってまあ神よりもネットと思わはるのは別にそれでええと思いますまあ実際神よりもネットの時代が来るんでしょう俺は神の新聞にこうだわり続けますけどねうーんまあそれはそれでええんですけどもあの ただねまあ例えばなんですけどこれ出して大丈夫かどうかわからんけどどっかな大丈夫かな。 まあこれを見ると分かりやすいと思うんで、これであえてお見せしますけども。ニューヨーク・タイムズの今日の、えー、ヘッドラインですね。ゼレンスキー、えー、ケビン・マッカーシー、これなんやったあ、裁判の様子とか。 それからあれやなあの共和党のむちゃくちゃな政治がね名前忘れたけどでこれあのパパラッチにかげられたメーガンの話とかってこういうテイストの写真なんですよ全部ねでこれはものすごい高いカメラとレンズで撮ってますけどね全部ねでえっと一方じゃあ朝日新聞どんな写真を撮ってるかってあ毎日新聞が分かりやすいかな こうなんかこうテイストが違うの分かります。俺の言いたいこと分かります。これ構図は完璧なんですよ。これ、これえー、構図の写真やな。ええー、瞬間ですね。ええー、瞬間ですね。 でもテイストの違いって言いたいこと分かるなんとなく伝わるなんとなく伝わるじゃあえっ、ー、とーでじゃあ中国見てみましょう人民日報俺中国語読まれへんねんけど人民日報の日本語版ここもねえ写真多いんだ なんとなくわかると思うけども人民日報なんとなくわかると思うけど、えー、写真多いな人民日報もうまいのほらどっちかというと色合いがニューヨーク・タイムズよりでしょ中国の報道ですえー、ねえ あともっとええのやったら、イギリスですけど、イギリスですけど、イギリスですけど、フィナンシャル・タイムス。 まあ、あの米英中3か国見て日本と比べましたけど米英中は同じようなテーストだけど日本だけでちょっと写真のテースト違うたでしょこれです、これ負けますよ、これあのそろそろ日本のプロカメラマン素人に負けますよ、この,あの日本独自路線を突き進んでいくと。 これちょっとやばいです、これあの。あとね、これテレビもそうなんですよね。ちょっとね、えっ、ー、とそれとね、俺がさっき見せたね、ほら、これなんかほら、アメリカの報道写真っぽいでしょ。何度も言うけど、構図はぐちゃぐちゃやし、ピントはボケボケやし。 アホかっていう写真ですけども雰囲気としてよ。 まあ、多分それは絵、うん、だという絵だという成瀬と溝口の違いみたいな話なのかもわからんけどね。なあの気抜いた時の川島雄三みたいな感じになってるんですよね。 こんな言うてもあのオタクしか分からんでしょうけどまあまあええんです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 がまあそういうことですちょっとやばいです日本のメディアほんまにやばいですあのそれはねあの多分ねあのこことかここの問題じゃなくてここの問題ではおかしいんですよあのここがええんですよ、ええ、んやけど 怠け,るんよね、怠けるんですよ。怠惰なんです。 こういう名わからんああな成瀬と溝口と川島雄三、まあ、ま,あまあまあまあおじいさんのお宅おじいさんのお宅しか分からんですただあのこれはカバうようやけど昨日のあの G7 の首脳があの広島の慰霊碑に行った時の NHK のアナウンサーは素晴らしかったですけどね あのバイデン、トルドーがこう並んで喧嘩してるでしょ、慰霊碑に向かって、各国の首脳は慰霊碑に映ってるわけです、それを防衛レンズで後ろが撮ってるわけじゃないですか。で、そうすると、まあ、広島の平和記念公園に行ったことがある人は分かると思いますけども、慰霊碑の向こう側に原爆ドームがあるでしょ。 でこれカメラやってる人だったら分かると思うけども俺はクソのカメラやってませんカメラやらずに俺の商売はとあの出てきた写真を評価するのが仕事ですから、まあ、俺はカメラは直接触りませんけどもあの望遠レンズっていうのは圧縮効果っていうのがあるでしょ圧縮効果があってものすごく原爆ドームが近くに見えるんですよ 昨日 NHK のアナウンサーは、えー、っとおそらくこの映像は極めて遠いところから超高性能の望遠レンズで撮影していると思いますそのため原爆ドームが極めて近く見えますが本当は慰霊碑から塗布5分ほどのところにございますって解説してたのよ補足してたのねすごいなおい望遠レンズの圧縮効果についてこうやって説明するのかと思って感心しましたけどね でもそんなんどうでもよくないすげえなあと思ったけどすげえな職人やなこのアナウンサーと思ったけど。 そんなんどうでもよくないまあ、ということで日本のメディアは危ないということです。で最後にこの間フェイスブックにも書いてあたことなんですがこういうことがお客さんから期待されていると思うので、えーえー、最後に締めの言葉としし日本のメディアの皆さんこの G7 のサミットで僕はちょっと恐怖心を覚えているので、えーとまあ、日本のメディアの皆さんというかあんたらもですよ見てるあんたらも同じことですけどもあんたらってあんたらねあんたらねあんたらね見てはる。 うちの俺のお客さん全員に気ぃつけなはれやって話ですけどこの間フェイスブックに書いたことなんでうまいこと喋れるかどうか分かりません一見書いたことをしゃべるのは僕は苦手なんでねあの、まあ、全部大体書いてから喋ってるんですけども、えーまあ、最近ねそのネットウヨというかまあ 猫も釈子も右側になってますから愛国心だの保守だの、えー、日本の伝統だのという,時い,ういう人が増えましたけども、まあ、そういうにわか愛国者の皆さんはご存じないと思いますけども「あのー、愛国行進曲」っていう歌がありますな「ー <laughs> よ東北海の空あけて今日くじつ高く輝けば」って。 天地の世紀ハツラツと希望は踊る大谷島っていう歌ありますねあれで、ね、めちゃめちゃ売れたんですよ、えー、あれは昭和十確か五年なんですであれねあの当時のこの絵内閣が、えー、国民、えー、精神総動員運動っていうのやっててね、えー この内閣が国民精神総動員運動の一環として、えー、兵隊さんではなくて一般市民の愛国心を鼓舞する曲を作りたいと、えー、ついては広く一般市民から歌詞を応募するというて始めたんですでで何万通という応募があって選ばれたあのう 選ばれたあの歌詞はね覚えてないんですが鳥取やったか島根やったかのどっかの印刷工場のおっちゃんの応募作品やったんですよでそれが選ばれたんですねねあれめちゃめちゃ売れたんですで、ね、愛国行進曲で映画もできましたしね俺が見た映画はあの古川六波が主演の映画はやってましたな 映画もできましめちゃめちゃ売れたんです、あれ5年間、戦争終わるまで売れ続けたんです、レコードが。で、ただね、それはその近衛内閣の,その国民精神総動員運動で初めてああいうことがあったかっていうと、そうじゃないんですね、あの実はこれ、流行ってましてね、当時ね、歌詞を公募するっていうのは、これあの、軍歌とか戦時歌謡だけではなくて、えー、いろんな、 ところでね、当時これ流行ってまして、広く一般市民から、えー、歌詞、もしくは楽曲を公募して、えー、それをレコード化するというのがね、めちゃめちゃ流行ってたんです。で、一般歌謡曲でもあったんです。めちゃめちゃ流行ってたんですよ。その手法がね、えー、公募してレコードにするっていうのは、レコードは当時ナウイ技術だったんで、えー、昭和10年代で。そのね、一番最初がね、肉弾三遊詞なんですよ。 肉弾ん有志っていうと、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますけどもあの第一次上海事変であの歩兵さんではなくて一般の航兵さんがねあのこう爆弾の入った筒を持ってって敵陣を爆破したというあれなんです。で肉弾ん有志の歌というのがね流行ったんです。これなんで流行っったかっていうとね あの当時からそうなんですけども日露戦争当時からそうなんですけど、えー、日本の新聞って戦争が起こると高読者数が増えてたんですよ、まあ、その一番最初の事例は日清戦争ではなくて日露戦争で、えー、日露戦争の時からね前線の記者が、えー、送ってくる報道があればあるほど新聞が売れたんです。めちゃめちちゃゃ売れたんですよ だからこぞって、えー、こぞって、えー、各紙はね毎日新聞朝日新聞読売新聞、まあ、当時は放置新聞と言いましたけれども、えー、はこぞって、えー、前線にエース級の記者をこう送り出すわけですな。 日露戦争の時はそうやったんですで、シベリア出兵もそうでしたしね、まあまあそ、そんなもんやったんです、第一次世界大戦もそうやったんですが、ただ満州事変以降、何が変わったかっていうと、通信技術の発展なんですよ、えー、通信技術の発展で、ほぼほぼ中国大陸をリアルタイムで東京とか大阪のデスクに送れるようになったんです、現行ほぼほぼリアルタイムで、しかも写真付きで、写真伝送の技術ができて。 でもう各紙こぞってですね、エース級の記者を中国大陸の前線に投入して、中国大陸の前線からリアルタイムで戦況を伝えるということをやってたんですね、でやればやれるほど売れるんです、でそれのね、速報合戦みたいになっていくんです、でその時に起こったのが、第1次上海事変の時の肉弾産油事件やったんですね、まあ、あれは嘘なんですけどね。 ああののいいやいややってるんですあの五穀の鬼となったみたいなことを後々言でも軍心扱いされますけどもあのー、美談になりましたけどもいやいややってるんですもうしゃアなしにやってるんですよえっ、ー、と自己犠牲でな殺されてるんです肉弾さん融資ってのは実を言うとまあそれはよろしは、えー、でもまあそれは美談に仕立て上げるそれ一番最初にやった毎日新聞やったんですねねえ これが一大ブームになりましてね、上海事変でそんなこと、これは,、ね、これはいろんな原因があるんです、中国が、えー、まず1つがしゃんあの、上海事変の前に,前に満州事変があったでしょ、で満州事変はほらあの、ご存知のように、どちらかというと秘密裏に、かつ電光石火で行われたじゃないですか、だからね、新聞の記者がね、知らんかったんですよ、どこで戦闘があるか。 あの,あの日本軍の謀略ですから、謀略をメディアに語るほど、陸軍はアホではないですからね、内緒でやってましたから、だから戦闘行為そのものは内緒やったんで、そこを報じれなかったんですよ。でそれ当時の新聞からすると、せっかくのチャンスを逃してるわけですよね。気づいたら戦争終わってるわけですから。売り上げのチャンスを逃したことになってるんですよ。 だからそれのリベンジもあって、上海事変ではもう、前線、汽車だらけやったんです。でまだ上海、狭いですからね。で、それがまず原因の第一と、あとね、第二がね、上海事変ね、当初ね、日本苦戦してたんです。結構押されてたんですよ。プロレスと一緒で、押されてんの頑張ってひっくり返すの盛り上がるでしょ。 それでわー盛り上がって、肉弾産融資が美談に仕立て上げられていくんですね。で、この時に毎日新聞が、肉弾産、毎日新聞は爆弾産融資か。爆弾産融資。爆弾さん融資の美談を歌に使用運動をやるんです。で、負けてられへんって、朝日もやるんです。で、法治新聞もやるんです。だから当時、えっ、ー、と、あれは昭和5年ですか えー、昭和5年ですか、えー、全国紙が全て肉弾さん有志の歌をねの歌詞をこう募集して広く市民から募集してプロの作曲家に曲をつけてもらってレコードを売りまくったんですよ。 これはなんでそうなるかって当然で速報性の合戦はもうほぼ横並びですからなんとかして売り上げ伸ばさなあかんから新しいメディアのレコードに飛び乗ったんですね。 売れると思ってやったんですね。まあまあもも、もっと、もっとかわいそうなのはあれですけどね、毎日新聞の爆弾産有志の歌は作詞よさの鉄管ですからね。よさの鉄管があの売れ、売れなくなった後のよさの鉄管が一般市民のふりして応募して採用されてるんですよ。まあ、アキがかわいそうでしゃあない。 ままあまあそれはええんですけどねなんですよ要はその当時の新聞は売ろうと思って読者を獲得しようとして当時の新しいメディアであるレコードに目をつけて。 目につけてでどん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 読者獲得のためになりふに構わないことをして肉弾三輸子ブームっていうのをやってきたんですこれさ今の日本のメディアのさ「ビュー数至上主義」「市民参加型メディア」「メディアミックス」 そっくりちゃうそっくりでしょ肉団さん有志分は昭和5年です 15年戦争始まってばっかりです満州事変から15年戦争とカウントするんであればね何が言いたいかってことは似てるってだけの話に戦前の新聞は関係から弾圧されてああなったと弾圧なんかされてないんですよ弾圧なんかされてないんです朝日も毎日も読売も売れると思って戦争煽ったんです 戦争が好きやから戦争煽ったやんやったらまだええけどちゃうねん売れると思ったから戦争煽ったやんや。<laughs> 売れると思ってこっちの方がビュー数伸びると思ってやってんねん。 そうまさにアテンションシーキングですアテンションシーキングだらけやったんですそれは産業ですからね会社ですから儲けなきませんゴーイングコンサーンせなきませんせやけどもゴーイングコンサーンできてなかったやん 経済合理性から考えてそれを正当化できないんです。なんでかっていうと最後破綻してんねんから売れよう売れよう売れようとして当時の新聞は戦争を煽り戦争に突入していったんです弾圧される前に売り上げ市場主義からでもそれほんまに売り上げ市場主義やったかっていう反省が必要やねんっだって売れへんようになったやん戦争負けてんもん 企業経営者やったら儲ける儲けないの前にすごい収益上げる上げないの前にゴーイングコンサーンを考えなあかんねんけど当時の毎日新聞朝日新聞読売新聞の路線はゴーイングコンサーンじゃなかったじゃん俺が言いたいのは売上至市場主義 でビュー数を追っかけていくとその姿はまるっきり戦前の戦前のメディアと全く同じであいつらは戦前のメディアは漢検に弾圧される前に憲兵に弾圧される前にウランがためにどん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 ん戦争に突入していったんだだから売上市場主義は危険なんだっていうことをもう言いたいんだけどそれだけではなくてその売上市場主義は経営戦略として間違ってますよという。 戦争とか民主主義の崩壊とかはるか手前の話で最後儲からへんようになんねんて売り上げ市場主義って最後儲からへんようになんねん。ゴーイングコンサーンができひんようになんねんて。 でこれは実を言うと差別を許してはいけない理由梅村瑞穂みたいなのを許してはいけない理由と一緒です誰かが傷つとか傷つかないの前にあんたらが今売り上げなり持論の持論の思いつきの改築なり何なりで一時の会をむさぶることは 社会の底が抜けて、結局はあんたが今それをやってる土台そのものをなくすんですよ。 差別なんか特に差別的なことを放置しとくと社会の底が抜けて変な言い方やけど差別すすらでできなくなくってしまうんです新聞やメディアが売り上げ至上主義でいくと社会の底が抜けて誰も新聞買う余裕のなくなる時代が来るんですよ。 誰もテレビ見る余裕のなくなる時代が来るんですよ。社会の底の抜けるようなことをすることは。 やっぱり経営戦略として間違いなんですハビングセットだと梅村瑞穂をこれで放置しとってええんでしょうかハビングセットだと G7 加盟各国の中でつくヤマエル園についてのコメントを出してないのは日本だけという状況を放置してていいんでしょうか。 ちょっとえらいこっといてっせ人権なんてきれいと嫌いだ差別をするなとかっていうきれいとは嫌いだ戦争反対とかっていう甘っちょろいこと言うことは嫌いだ俺は男らしく弱いものは泣いておけ外国人は出ていけ、えー、在日韓国朝鮮人は死ねええー、LGBTQ なんかどうでもええ障害者なんかほっといたらええほらどうやこう言うてる俺男らしいやろ。 で俺強いやろ俺は弱くないだろうそりゃ気持ちいいでしょうなそういうこと言うてたらその結果どんな社会が来るか我々のおじいちゃんひいおじいちゃんは身をもって経験してはるわけですから同じことやってたらほらやっぱり日本は反省してなかったって,って話になりますわな はい、えー、ということを申し上げてそろそろ昼飯食いに行ってきます。さようなら。